デイビー・マーハート・ミアの現存する最古の複製。11世紀のネパールで、ブジモールという書体を使って書かれており、ヤシの葉からできている。デイビー・マーハート・ミアは、マヒシャスラを倒すまでの女神、ドゥルガーの栄光を綴ったヒンドゥー教の書き物である。プラーナ文献である聖典、マール・カンデイやプラーナの一部であり、紀元400年から500年頃に、サンスクリット語で記された書き物である。 理師であるマールカンデイヤが原作者であるとされている。デイビー・マーハートミアは、ドゥルガー・サプタシャティー、タンニ、サプタシャティー、チャンディー、チャンディーパータなどとも呼ばれ、信仰の書物とされてきた。700の因文から構成され、13章に分けられている。また、ヒンドゥー教の文化であるシャクティ教では、非常に重要な聖典とされ、デイビー・マーハートミアが信仰の中心となっている。 デイビー・マーハート・ミアは、紀元前9世紀頃に存在していた女神信仰とベーダの英雄物語を統合することで、女性的な権利に生成を与えようとしたものだと考えられる。以前存在していたアーリア人とそれ以外の母なる女神たちの数々の神話を統合し、一つの語り口で技巧的に表現している。単に、従来の男の神々を侵食する。 原因主義的な神々の次元を超え、力そのものである釈地として、女神たちを捉え直したことは、ヒンドゥー教の神話における変異の中でも重要な意味を持つ。サンスクリット語で、マハマイアマイナスは、寛大、高貴なる気質、異厳」といった意味合いを持ち、マーハ、オットマンマイナスの中性中小名詞である。したがって、文法的に訳せば、タイトルである、デイビー・マーハートは、 ットパーラ社としての複合語であるから、女神の寛大さという意味になる。700の因文から構成されるがゆえに、サプタシャティとも呼ばれるが、これは、厳格には、因文ではない行も一文と数えた上での数字である。しかし、サプタシャティと呼ばれるようになった、他の説には、七人のサティである女神が活躍する、物語であることからだ、というものがある。チャンディ、または、 チャンディカーという呼び方は、デイビー・マーハートミア内に出てくる最高女神の名に、起因するものである。形容詞キャンダが転じて、チャンディカーとは、激しく起こるものという意味になる。インド学者たちにとっては、プラーナ文献の中では、デイビー・マーハートミアは極めた重要な位置を占め、時に独自性を持ったものとして区別される。欧州においても早期に注目され、百二十三年には、英語で、 翌年にはフランス語で翻訳がなされた。日本では2000年9月に平凡社の東洋文庫からヒンドゥー教の聖典2編、ギータゴービンダ・デイビー・マンハートミアというタイトルで出版されている。インド国内においてもインドで使われているほとんどの語で訳が刊行されているのに伴い、それぞれの言語が話されている地方の伝統に基づいて、多様な注釈書や解説書が世に出ている。 デイビー・マーハート・ミアは、シャクタの教義の原理に基づいていることから、シャクタ哲学の教典として扱われてきた。現在において、シャクティ信仰の中心であることからも、教典としての意向を伺える。麻痺者、アスラゴロシとして描かれるデイビー。この場面で描かれている物語は、デイビー・マーハート・ミアの主要部分である。確かに、デイビー・マーハート・ミアは、女神像への献身の存在を裏付ける。 最初の断片というわけではないが、崇拝の対象として、コンセプト化された女神という点においては、明らかに最初の文献である。多様な女性進化を伴った、様々な神話や信仰の理論的要素が、女神伝統の結晶化と呼ばれるように、一つの競技としてまとめられた。デイビー・マーハート・ミアの得意な点は、皇后による伝統というところに挙げられるだろう。 献身的な伝統箇所であるにもかかわらず、今日でもヒンドゥー教徒たちの儀式において重要な役割を担っている。文章全体は700のマントラからなる一つの大きなマントラとして捉えられる。ダマーラタントラによれば、ヤグナスにおけるアシュアメーダのような、デバスにおけるハリのような、サンカにおいてサプサティはそういった存在であると言われ、ベーダのごとく永遠なるものとして扱われている。 カーリー総和全体において、中心的な役割を果たす女神。デイビー・マーハート・ミアは、バークやトライ・ビー・ジャといった古代ベーダの伝統を含んでおり、例えば、サーン・キア学派の宇宙は3、しかしそれ以上に、土着的な母なる女神を圧倒するという点が、特に強調されている。第1章においては、あらゆる生物は、意識を有するが、その知識は、感覚に依存すると述べられている。 あらゆる繁栄を保証する女神バガバティーは、吉すらも現世の喜びに惹かせるごとく、いかなるものでも彼女の魅力に引きつけてしまう。生死問わずあらゆるものが彼女によって作り出される永遠の生成に巻き込まれているのである。救済の祖としては彼女は至上なる精神的知識と永遠性を兼ね備えたものである一方、拘束の祖としては現世性を持つとともに、 神をも含む万物の女王として君臨する。彼女は永遠の存在であり、彼女の形態として捉えても差し支えないような世界を形成する。ただし、肉欲的な魂を援助する者としての限りに、おいては、彼女は違った形態で現れると続く。デイビー・マーハート・ミアにおいても、バの姿は確認されているにもかかわらず、彼女は彼と特別な関係に止まるようなことはない。 一般的には男の神はそれぞれに所有する力の形態としての女神を随伴させているが、デイビー・マーハート・ミアにおいては女神を配偶者として型にはめ特徴づけるようなことはされていない。なぜなら女神それ自体が力なのであり、あらゆる随伴的な関係領域を超越する存在なのである。したがって注意したいのはデイビー・マーハート・ミアには シャクティが女性的であったり女性性を有している、または男性性の概念であるといったように、シャクティを構想化しているわけではないという点である。デイビー・マーハート・ミアは、マール・カンデイやプラーナの81章から93章にあたり、早期のサンスクリット語によるプラーナ文献である。13の章からなるデイビー・マーハート・ミアは、大きく3つのエピソードに区分される。 それぞれのエピソードの冒頭には、三つの異なる神々が紹介されているが、エピソードの本文内容においては、将来された、どの神々も言及されてはいない。談話形式をとる、デイビー・マンハート・ミアでは、主に追放された、王、家族に裏切られた、商人、現存する受難を彼らと共に超越しようとする層が描かれている。デイビーと、 魔族たちの壮絶たる戦いを三つ象述することによって、そうは王と商人を導こうとする。最も有名なものは、マヒシャースラの殺し屋の話であろう。この物語は、ヒンドゥー教において、最も好まれるテーマの一つであり、様々な芸術や彫像に、インド全般で用いられている。マドゥと書いた場をあやめるビッショヌ、デイビー・マーハートミアより、 デイビー・マンハート・ミアの最初の物語は、シャクティとしての普遍的な形態の中でのデイビーが、叙述されている。ここでは、デイビーは、創造神話における中枢的役割を担っており、権限と破壊を永遠に繰り返す、生成的な宇宙の明治に先立ち、宇宙の大会において、ビシュヌに深き、まどろみを誘わせた力、それ、事態として現れている。ビシュヌが、ヨーガニドラの間、 ナーガの王、聖者にもたれかかっていると、ビシュヌの眠れる体から二人の魔族が現れ、宇宙の生成を作り出そうと準備していたブラフマーを倒そうと試み始める。ブラフマーは偉大なる女神デイビーを招兵し、彼女にビシュヌから引き出してもらえば、ビシュヌが目覚め魔族たちが殺せるかもしれないと考え、彼女に懇願する。で B は同意し、その結果ビシュヌは目覚め、 魔族たちは制圧された。ここでは、デイビーは、宇宙の秩序を回復させる使者として扱われている。偉大なる戦士としての女神であるドゥルガーは、魔族と対峙する際に、憤怒による知識的なまでのエネルギーとして表彰される。世界は、アスラ族の長であり、水球から生まれた魔喫者アスラによる攻撃にさらされており、男性の神々は、自らが根絶されることを恐れ、 女の神であるドゥルガーに力を授ける。獅子にまたがり戦闘に繰り出したドゥルガーは、まず水牛の頭を切り落とすことで殺害し、切り落とされた首から霊魂として現れ出てくる、麻痺者すらを狙い撃つことで勝利を収めた。世界の秩序は、このドゥルガーの行動によって保たれた。女神アンビカーが8人の女神たちマートリカーを率い、悪魔、ラクタビージャと戦っているシーンが描かれている。 デイビー・マーハート・ミアのページ。マートリカー順に、ナラシュミ、バイシュナリ、クマーリ、バイシュバリ、ブラーミ、バラヒ、アインドリ、チャムンダ・ナイシュ・カーリー、アンビカー。右下では、ラクタビー・ジャの地から分身たちが湧き出ている。カーリーは、闇、光線のもの、デイビーの尺ィの質的な部分の変質型として、表され、それに基づいて理解されている。カーリーの登場は、 デイビー・マーハート・ミアの三つ目の物語に叙述されている。カーリーはデイビーの持つ超能力的エネルギーの放出型としての第三の目から現れた。カーリーはあり余る力によってチャンダーとムンダーの首を切り落とし、デイビーにその首を届けたのだが、その時デイビーはチャームンダーという名で呼ばれた。偉大なる女神によって証明されることとなった。 令和を脅かす強靭な魔族たちをほふり去ったカーリーとしてのデイビーの全能性は一連の戦いにおいて遺憾なく発揮されたがその代表たるものが第8章でのラクタビージャとの戦いであるラクタビージャから滴り落ちる血液は地上に滴った瞬間新たなラクタビージャの分身として現れたこの能力の前にデイビーは苦戦するもののまさにその時デイビーの 第三の目から黒い骸骨の霊魂として、カーリーが吹き出た。カーリーは、自らが持つ巨大な口と数え切れないほどの舌で、あっという間にラクタビージャの血液を舐め取ってしまい、これによって、分身を作り出すことが叶わなくなったラクタビージャは、倒されるに至った。デイビー、カーリー、マートリカーのグループはこの後も引き続き魔族を、倒し続け、第九章と第十章では、 兄弟の魔族である二春馬と春馬を打ち取る。最後の春馬との戦いにおいては、デイビーはカーリーとマートリカーを吸収し、一人で春馬に立ち向かう。コバーンによれば、僧の教えた三つの物語は、外的経験と内的経験の偶意であり、その偶意は、デイビーの多数の魔族との凄まじき戦いによって、象徴される。彼女の敵対者は皆、力や、所有欲、 喜びを追い求めた結果や自尊心の幻想から生じる非常に人間的な衝動である。バガバットギーターに表される戦闘のようにデイビー・マンハートミアの殺しの背景には人間の意識の領域が強調されているのである。至上なる女神をはじめとする様々な女神に擬人化されたデイビーは自我としての魔族と直面し我々は誰であるかというような誤った考えを薙ぎ払う。 しかし、これは、矛盾的ではあるが、一方で、彼女は最初に不和のあるものを作り出したものであり、我々に真の存在とは何かということを気づかせてくれたものでも、あるのだ。陰文の量に注目すれば、女神の好戦的な攻撃性は、顕著に伺えるが、質に注目すれば、女神に対する参加の量は、他の書物を圧倒的に上回る。 デイビー・マーハート・ミアの力のほとんどは世界における彼女の脱線的とも言うべき解放活動に由来するものであるが読み手や聞き手にとってはその献身的な熱意さや統合的な仕事は参加の中でこそ明白に現れるのである。参加は四つからなる。タントリック・ラトリスクタムとしても知られるブラフマース・トゥーティ、最初の総話ではブラフマーがンガニドラーを歌うことにより デイビーによるビシュヌからの引き出しが叶えられ、マドとカイタバを殺害するに至る。サクラディス・トゥーティ、二つ目の総話の終わりで、魔族であるマヒシャー・アスラと彼の取り巻きを倒した後、最初の神であるインドラを伴った神たちがデイビーを称える。アラッパジータス・ストゥーティやタントリックデイビースクタムとしても知られるやデイビー、三つ目の総話の始まりで包囲された神々が、 デイビーに対し彼らに従うことを要求したとき、彼らはヒマラヤ山脈の頂上に立ち、女神に参加を求める。ナラヤーニス・トゥーティ、三つ目の総話を総括する箇所で、春馬と二春馬を打ち払った女神に、神々たちが参加を捧げる。独立した文章としてのデイビー・マーハート・ミアニは、様々な注釈や解釈書、付録が時を超えて多量に存在する。コガーンによれば、 優れた証拠のうちでは、14世紀頃から付録がデイビー・マーハート・ミアと関連付けられていたと指し示している。デイビー・マーハート・ミアが儀式に使われる際に、像の面前にて朗読するために、主として付録は使用されたのではないかと考えられている。デイビー・マーハート・ミアの朗読は、インドにおいては主に10月から11月にかけて行われるシャラド・ナブラトリの開催期間にも用されるが、 ウッタラーカンド州やカシミールなどのいくつかの北、インド地方においては、バサントナブラトリとして3月から4月の間に催されることがある。また、デイビー・マンハートミアは、人々の福利厚生を祈祷するためのヤグナの儀式にも、好んで使われる書物でもある。ありがとうございます。